週刊日経トレンディ、今回は2017年上半期ヒット商品&下半期ブレイク予測と題してお届けしています。はい、2017年上半期ヒット、日用品のジャンルです。はい、効果の実感が求められるという分野では、瞬発力のある即効性は必須で、そこにもう一つプラスアルファの価値を加えられるかどうかがヒットの製品を分けていきます。そうですね、うん、例えば大日本女中菊のクリーンフロー、トイレの匂いがなくなるスプレーという製品は、うん、濃縮した消臭成分と上向きノズルの採用によって、まあ、本当にワンプッシュ噴射するだけで、うん、トイレ内の匂いを瞬時に消してくれるそうです、はい、この機能を直球で表現した商品名とは裏腹に、うん、存在感自体はやや控えめの小型消臭スプレーになっています、うん、はい、一般的な、ね、家庭ではトイレの広さっておよそ1畳ほどなんですね。まあそんなもんでしょうね。そうなるとこれまでの、ね、大きな缶スプレーというのは狭い空間に大量に拡散するわけですね。だからいかにも消臭しましたみたいなようなことで気づかれがちなんですね。なるほど。その不満を解消してさりげない使用感というのを、まあ、訴えかけているわけですね。またキッチンに目を向けますと、花王の食器用洗剤キュキュットクリア泡スプレー、うん、こちらが洗剤の浸透力を高めて日頃の不満を解消しました、はい、スプレーして洗い流すだけで汚れが落ちますから、うん、スポンジの届きにくい弁当箱の隅といったところに効果的なんですね、うん、はい、まあ、そうなると食器洗いが簡単になりますから、うん、例えばお父さん、うん、あるいはお子さんの家事への参加も促す効果があるんだそうです、ね、本当に不満を探すっていうのは、まあね、ヒット商品の王道なんですけど、そうですね、まだまだあるんですねっていう感じですよね。はい、じゃあこの日用品における下半期の有力なブレイク候補、これは何かというのを見ていきますと、エステーが3月末に登場させた、ね、脱臭炭匂い取り紙に注目なんですね、はい、これはなんと炭を配合した紙の脱臭剤なんですね。匂い成分の吸着性というのが高くて即効性というのを発揮するんですね。なんかこうパッと見、うん、ティッシュペーパーにも見えちゃうようなパッケージなんですけれども、うん、これ生ゴミを包んだり、うん、靴の中に丸めて詰めたりといったようにこう自在な感じで使えるのが特徴なんですね。で、ロール紙から必要な分を切り取るという形も使用実感に結びついているそうです、はい、まあ、非常に、ね、見た目がまあ斬新ということもあって、すでに消費者からの反応というのが、ね、上々のようですね、うん、